離島が抱える交通問題の解決に向けて、石垣島でバス自動運転の実証実験を行います。このバスは、新石垣空港と離島ターミナルを往復します。ハンドルとアクセルを制御し、自動で右折・左折を行います。信号と協調することで、信号が変わるタイミングを推定し、交差点で停止します。道路上に停車車両などの障害物がある場合、自動的に車線変更を行うことで回避します。車椅子や高齢者の方々も乗り降りしやすいように、バス停にはほぼ隙間なく横付けします。